ジャンティン・ゲリーは、スイスの現代美術、画家、彫刻家である。彼は廃物を利用して、機械のように動く彫刻を制作することで知られており、キネティックアートの代表的な作家である。またダダイスムの影響を濃く受けており、第二次世界大戦後のフランスで誕生した、美術運動、ヌーボーレアリスムのメンバーでもあった。代表的なシリーズに、メタメカニックが、その他、 メタハーモニーシリーズ、死の舞踏シリーズ、哲学者シリーズなどがある。ジャンティン・ゲリー制作による、バーゼルにある、廃物噴水、ジャンティン・ゲリー制作による、a o s XK、エルサレムのイスラエル美術館、ファウンテン・ライフセーバー。廃物を組み立てて作ったティン・ゲリーの黒い立体作品の上に、2期の鮮やかな作品が立つティン・ゲリーは、スイスのフリブールに生まれ、バーゼルで美術を学んだ。 この時期に彼は、クルトシュビッタースに影響を受けて、ダダイスムやジャンクアートへの関心を高めた。1950年代半ば以降は、パリで活動し、イブクラインやニケド・サンファルラの美術家たちと知り合った。1950年代今つから、捨てられた家電や機械の一部を組み立てて動く作品を制作し、1959年にはメタマティックシリーズを発表している。 1960年、ヌーボーレアリスムの結成に関わり、ニューヨーク近代美術館で開催された展覧会では、不器用に動いて、音を立て最後は自ら炎上して崩壊する巨大な機械、ニューヨーク参加を出展した。1971年、長年同居してきたニキド・サンファルと結婚。1977年、バーゼルに噴水の劇場を制作。 1982年、ポンピドゥセンターに隣接するストラビンスキー広場に自動人形の噴水をニキド・サンファルト共同制作するなど各地にパブリックアートを設置した。1984年、日本の高輪美術館に地獄の首都ナンバーワンの制作を依頼され来日している。その他、ドイツのデュースブルクやフランスシノン城にニキド・サンファルト共同制作で 作品を設置しているほか、アメリカのノースカロライナ州シャーロットにラカスケードという名の巨大作品を設置している。1991年、ティンゲリーはベルンで死去した。1996年10月、バーゼルにマリオボッタの設計でティンゲリー美術館が開館し、彼の動く作品群が展示されている。ありがとうございます。